教えていただくのはアスリートフードマイスター1級の西村明穂先生。京都のタケノコ農家に生まれ、自身も陸上選手だったという西村先生はプロアスリートのアドバイザーとしても活躍中です。それではスタート、アスリートフードキッチン。さて今回のレシピは、はい、今回はエネルギー補給ブロッコリー明太パスタです。やっぱりね、持久力を使うスポーツなんか特にね、途中でエネルギー切れるのがねすごく痛手になるのでね、ここはもうたっぷりエネルギー補給して皆さんに頑張ってほしいですね。では目の前にあるのが材料ですね。はい、材料です。今日はねパスタ、男性も女性も好きですのでパスタを使います。そして野菜のメインとなるのがこのブロッコリー。結構大きい使うんですね。はい、まあ丸々1個使っちゃいます。はい、そしてタンパク質のメインになるのがこちらの明太子です。では早速お願いします。はい、明太子ソースを作っていきたいと思います。はい、マヨネーズ大さじ2杯なんですけど、ボトルから出す時の目安、大きい巨峰1個分ぐらいが、1つが大さじ1杯になりますので、大さじ2杯ならこの2つで。なるほど、分かりやすい。オリーブオイル入れていきます。はい、はい、で、めんつゆですね。これは味がね、美味しくなります。はい、はい、そしてレモン汁、これでね、味がキュッと締まります、ね、そのレモン汁も栄養素として、はい、はい、ビタミン C とかクエン酸がありますので疲労回復効果がありますし、うんうん、あと食べやすいですよね。なんて言ってもさっぱり食べやすいんで、はい、でこちらに、バターですね。はい、バターもね、これうまみとあとエネルギーアップですね。さっと混ぜていただいて、ここにですね、はい、ここに明太子を入れるんですが、はい、これを刻んでいきます。皮があるのでね、細かく切ってしまえばわからない。ちょっとトン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 とね、叩いていきます。そして、はい、この中に入れてしまいます。でこんな感じで明太子と先ほどの調味料をすべてさっと混ぜ合わせます。お湯を沸かしている間にブロッコリーを切っていきたいと思います。はい、ビタミン C とカロテンですね。で意外とね、軸の方がね甘かったりするのよ。そうなんですね、アスパラみたいなね甘さがあるので、外側の硬い皮をちょっとめくるように、はい、こうやって取ってもらうと、はい、ザクザクっと細く切ってもらったら、これでねパスタに入れやすいです。であとはブロッコリーなんですけど、こうやって切るとこうやってね手でね切っていけるんだよね。そうなんです、明穂先生のメニューは簡単なのもいつもポイントになってくるので。そうなんです、はい、で大きいものはこうやって2つにして一口で、一口でね食べられるぐらいの大きさにしてください。じゃあですね、はい、切れたところでパスタを茹でていきたいと思います。はい、よし、でパスタを入れていただいて、茹で上がり1分半か2分前にブロッコリーを入れます。同じところで茹でるわけですね。そうなんです、茹で上がり2分前にブロッコリーを入れます。よいしょ。ブロッコリー、そのいろんな栄養素が入ってるとおっしゃってましたけども、うん、はい、それぞれどういうところに役立ってくるんですか。はい、まずはビタミン C なんですけれども、ビタミン C は体の調子を整えたり、うん、あとお肌にもねいいって言われてますよね。あと、カロテン、はい、ビタミン A になるんですけども、それは免疫力の目とか粘膜の保護にもなります。じゃあですね、1分経ちましたのでこれで一緒に揚げていきたいと思います。はい、わあ、ゴロゴロ入って、ゴロゴロだよ。鮮やかな色ですね。明太子のソースであるんですけど、あまり熱すぎると明太子が固まって加熱されて、真っ白になってしまって旨味が少なくなるので、はい、ちょっとここでやや冷ましてください。はい、少し冷ましたものをもう一度茹でたお鍋に戻します。はい、はい、先ほど作った明太子ソースをね入れていきたいと思います。混ぜていただければ、これで明太ソースが行き渡って、はい、ブロッコリーにもこうしっかりとお味がねつきますんでね。ボリュームもあるし、こうやってねお野菜入れればお野菜も一緒に取れるしね。そしてこちらの刻み海苔ですね。はい、で最後にこちらの刻み海苔を上にパラパラっと振っていきたいと思います。
はい、はい、はい、これで、エネルギー補給ブロッコリー明太パスタの完成です。いただきます、はい、もうゴロゴロブロッコリー入ってますからね。ブロッコリーにこの明太ソースが絡んでて美味しい。いくつでも食べられます。よかった、脇役ではなく主役ということで、主役なんといってもこの美味しく食べられるブロッコリーが万能なんですもんね。そうなんです。ブロッコリーってね、抗酸化作用っていうのがあって、体を錆びささない、あの働きがあるのでね、アンチエイジングをしたい人も、ね、いつまでも元気でスポーツしたい人も、もちろんバリバリのアスリートにもおすすめですんでね、はい、ぜひ召し上がっていただきたいと思います。